ティはご覧の感じです。この酒だったら。うん、な、何もない。これが始まりなのか。いや、ここは宇宙だ。宇宙、ガイアが生まれる前からも宇宙は存在していたのだ。危うむことはない。一歩踏み出せばまた一つの真実へと近づくのだ。さあ行くがいい。こっから飛び降りろってことかな。軽く言ってくれるぜ。でも行くしかないんだろ。あーってか浮いてる浮いてる。あそこ歩けるんだ。おお、なんか宇宙を歩いてる。すげえ、なんかシュールだな。え、あ、なんか見えてきた。あー、だんだん近づいてくる。あ、あー、え、え、え、あー、敵？宇宙空間でベヒモスと戦闘かよ。なんでこの豪華な対戦は。もはやお前たちの親しんだ大地、お前たちを生んだ宇宙はない。あとは起源への記憶を頼りに進むだけだ。起源の記憶ですか。ガーランド、教えてくれ。記憶とは一体何なんだ。なんで他人の、なぜ生まれる前の、そしてどうして遥か彼方の記憶があるんだ。何も言わない。教えてくれ。多くのものは自らが生を受けてから現在に至るまでの体験に基づくものだけを記憶と考えているようだ。しかしそれは表面的なものでしかない。この世に生を受けるためにはそれが作られた存在であろうとなかろうと、その親となるものの存在があるはずだ。その親もまたやはり親の存在なくして存在しえない。全ての命はつながっているのだ。そしてそのつながりを遡っていけば、全ては一つのものへと結びついていく。それは記憶にも同じことが言えるのだ。全ての存在にはそれを構成する情報があり、それらにはそこに至るまでの全ての記憶も含まれている。また記憶は誰のものでもなく、記憶が次々と積み重なることによって進化していく。次の一瞬の記憶が全ての人、全てのものの記憶、記憶の上に進化を成り立つと言ってもいいだろう。しかしほとんどの存在が記憶に対する理解ができていない。他人の記憶を見ることができない者がいたのはその時点で理解がなかったということだ。で、遡っていった先には一体何があるっていうんだ。全ての命を、全ての記憶を司る存在、それがクリスタルなのだ。ファイナルファンタジー9においてようやくクリスタルというキーワードが出てきましたね。キャッチコピーがクリスタル再びなのに、今の今までクリスタルという存在および文字すら出てこなくて、ようやくここでクリスタルという存在が分かるってことなんですよね。いやー、やっとクリスタル来るか。ここでクリスタル、この先はお前たちだけで行け。そして空城倒せ。音楽がまた止まった。これが私の最後の頼みになろうとは皮肉なものだ。ジタン、クリスタルを頼む。さらばだ。ガーランド、どうしたんだ。ガーランド、たとえそれがたった一つの目的を果たすためだけに作られた命であったとしても、私はこの世に生を受けたことに感謝している。あー、なんか別の場所に来ましたね。これがガーランドと言っていたクリスタルなのか。もう俺たちだけで真実を確かめるしかないんだな。で、ここどこなんだ。クリスタルワールド、クリスタルワールド、そういうとこがあるんだ。あーにしてもすごい神々しいな。さすがクリスタルといったところか。さて、ここでは一体どんな敵が出てくるのか。え、あれ、え、なんかティアマットみたいなの来たな。え、ティアマット、なんでティアマットが。でもね、名前もティアマットになってるしね。なんでティアマットがこんなところに。しかもなんかクリスタルっぽくなってますね。10、あ、効くんだ飛行剣。あ、マジで効くんだ。フライヤー、もういいよ。竜の猛将やらなくてもあいつは勝手にやられるから。あー、食べられない。なんということだ、食べられなかった。うおーと、なんか雷鳴ってるな。
これがクリスタルワールド全ての始まりってことか。おお、おお、またセーブポイントか。うん、テレポート、テレポートってなんだこれ。記憶の場所、エントランスに戻りますか。ああ、最初はあそこか。あそこに戻れるようになるってことか。ああ、オッケー。あんだね、長い長い道のりをもう一回引き返すのもちょっとめんどくさいんでね、ここで戻れるってことか、一気に。ではクジャ戦、気を引き締めて挑みましょう。オッケー、きた。ここあれですよ、ディシディオファイナルファンタジー PSP 版のディシディオファイナルファンタジーにおいて戦闘ステージとなった場所です。オッケー、懐かしいな。前回の FF7 の星の体内も同じことを言ったんですけども、ディシディオファイナルファンタジーで一旦このステージを見た後に原作版を見てみると、これが原点なんだなっていうのがしみじみとしてきますね。うん、この先にクジャがいた。クジャ、よく来たね。このクリスタルの記憶から僕が作り出した4つのカオスを倒してきたとは。でももう遅いよ。見るんだ、この空間を、この美しいクリスタルを、全ての始まり、最初のクリスタル、ここから全てが誕生したんだよ。そう、これが粉々に砕け切れば全てはなくなるんだ。ガイアもテラも宇宙も、そして君たちの命も記憶もね。黙れ、自分の勝手な理屈だけで世界をめちゃくちゃにしやがって。てめえだけは絶対に許さない。今ここでケリをつけてやるぜ。僕を倒したところで、今やガーランドの手を離れた2つの星の運命は変えられないよ。イーファの木が暴走を始めてテラと融合を開始したガイアはめちゃくちゃになるだけさ。もちろん君たちの仲間も全てね。さあどっちがいい。てめえを倒してでも融合した星は残るんだ。わずかな希望がある限りまたやり直せばいい。自分勝手な理屈で関係ない人間まで巻き込むな。自分の存在しない世界に一体何の価値があるというんだい。そんなに死に急ぐのなら最高の遊び相手を紹介してあげるよ。何、また何が来るってか。あなたが浮いてる。マジか、まだ何かと戦うってか。おお、美しい。で、相手誰なんだ。え、あれ、相手は、うーと、なんか来た。おお、なんかいかついやつが来たな。とりあえず飛行剣、デスゲイズ、デスゲイズっていうのか。とりあえずマディーンですね。さあ飛行剣、これは効くかな。ガードダメか。そりゃそうか、ボスだから効くわけないか。メジョ、なんかメジョか。大丈夫かな。うーっ、クイーンのやられた。マジか、クイーン強い。マジか、サラマンダでよかった、蘇生できる。マジか、おー、キュ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 、オッケー、結構効くね。とりあえずエイコさんはクイーナにキャルが、ユーの紋章は9999ダメージですからね。さあ、蘇生、クイーナ、蘇れ。こんなところでくたばるお前ではないだろう。よし、次はドラゴンブレス、電話作ろう。マジか、大丈夫か。オーラをフライヤーにかけてみるか。
耐久ドラゴンブレス。聖なる竜の力を聞くかな。1950、結構でかいな。ツイスター1320、マジか。さあ行け、ホーリー。聖なる力が効くんだったらこの魔法も当然効くはずだ。ぶん回す、マジか。さあ行け、雑魚つなし。ディスゲイズだと所詮雑魚、雑魚の力を持って倒した。オッケー。ふん、ディスゲイズだと所詮雑魚ですからね。雑魚つなしで軽くひとひねりしてやりました。ディスゲイズがやられるとは、どうやら本気で僕を潰すつもりだね。フフフ、さよならみたいな。